どうも、小向井美奈子です。イエー、今日はですね、私小向井美奈子もうすぐ39歳になるということでね、そろそろ美容に目覚めなきゃいけないんじゃねえのかと、はい、で最近ある人に出会い思いました。で今いるところなんですが、美容サロンです。初のエステ美容サロン。ではでは次行ってみよう。ダーン。ということで美容サロン302にやってまいりました。じゃじゃーん。今日手術してくれる踊り子の姉さん、クー姉ちゃんと、純ちゃんでございます。いい出会いですね。踊り子さんにエステサロンを開業しちゃうとか、おお、通っちゃうに決まってんじゃん。行ったことないけど、あ、今日来た、初めて来た。そうそう、あるよって、毛穴洗浄とかのあるんだよって言われて、まずそっからだなみたいな、うん、ということで姉様方たちにお顔をきれいにしていただきたいと思います。姉さん、私どうしたらよろしいでしょうか。初めてなもんでちょっとよく分かってないんですよ。じゃあまずここに横になってます。この服装でよろしいんですか。本当は寒くないですか。大丈夫ですか。ああ。ヒートテック。ヒートテック。それでは、今日のメニュー、まずは光を当てたいと思います。 IPL 光、今、はい、話題の美容です。美容なんですね。美容です。美しくなっちゃうかもしれない。はい、それでは始めていきたいと思います。シミがすごいんですよね。その光治療を続けていくうちに、うん、どんどん薄くなって消えていくと思うんで、任せてください。通う。恥ずかしい。なんか照れちゃう。照れちゃうよ。照れちゃうよ。ジェル塗ります。ジェル塗られます。ちょっと冷たいかな。塗りますよ。うん。うわー、冷たい、うん。これどれぐらい前にオープンしたんですか、この。去年の8月です。去年の8月。はい。この間はお話した時、うんうん、マッサージとかも結構力入れてやってるよとか言ってたから。そうなんですね。ダブルマッサージで機械も使って、ね、マッサージ。どんな機械があるんですか。あのキャビテーションと、うん、ラジオ波と、ね、EMS をあの同時出力する。へー。それでマッサージにも、キャビテーションは送信だと思うんですけど、普通マッサージにもすごく良くて、手では届かないところまでほぐしてくれるっていう。劇場4月入るから、これをお願いします。どうしよう、毎回通ってた。では光を当てたいと思います。光当てられます。いきます。はい、はいとか。ドキドキしてる。ドキドキ、うん、しょ。痛くないですか。うん。これは何のコースになられるわけ。それはフェイシャル4って言って、うん、あの4段階のフェイシャルやるんですけど、はい、光とハイドロピーリング、うんうん、あとパックしながら、うん、ハイパーパルスと EMS、うん、おいくらするんですか。これまあ1万円でやってます。結構あの破格だと思うんですよ。これなら毎月来れるかなぐらいの価格で設定しております。ね、はい、光は以上でちょっと拭き取りますね。はい、その後はハイドロピーリング。ハイドロピーリング、はい、これがまた気持ちいいんですよ。緊張しますね。なんで照れちゃうね、みなちゃんに見られた。なんか、うん、最近自分の顔がみかんになりだして。みかん、みかんの皮みたいになってるから、うんうんうん、大丈夫なんかみたいな、こことか。すげえまじまじ見られるやん。シミが気になる。今年ごろその気になる毛穴を、はい、吸い込みます。吸い込まれる。はい、では始めたいと思います。まずあの AHA っていう素材のものですね、うん、こちらでちょうどくすぐってるね、もしかして。だいぶ触られるの超苦手なタイプで。吸われとる。水流であの、うん、洗ってる状態になります。洗ってる、はい、あのスクリューになってて、水流で毛穴の中を
と、あと表面を洗ってる状態です。今第二工程やっておりまして、はい、同じ流れなんですけれども、うん、今 BHA という素材を使って今度毛穴の中の掃除をしている状態になります、うん、そうなんですね、はい、すっげえやりづらいんだろうなってちゃんと把握はしてるよ細かいブラシに変えまして、うん、小鼻の方はさらに細かく洗浄していきたいと思います、はい、ここギュッてやるとモニーってなんか出てくるのが面白くてやっちゃうんだよね、うん、作戦ですね、うん、それも取れちゃうんですか、はい、これでも入っていくのが見えるんですよ。うそ、はい、もう少しできるぐらい恥ずかしい。ピーン、今お肌がですね、うん、アルカリ性にちょっと近くなってしまっている状態なので弱酸性戻す作業をしていきます。戻す、お掃除が無事に終わりました。終わったよピカピカしてんだろう。お、肌触りはいかがでしょうか。ツルツル。こちらがですね、もともと透明の液なんですが、はい、取れた皮脂とかがこの中に入っております。ちょっとやばいよ、見て、けったれ、パッて乗せます。乗せたよ、もう顔ちっちゃい、余る、パックが。すごく余ってます今度はパックの上から、うん、あのさっきハイパーパルスっていうイオン導入の40倍ぐらい浸透するっていう、すげえ、はい、それとラジオ波と EMS も、うん、ラジオ波はどういう、ラジオ波はあの肌の奥の方まで温める。へー、EMS は、 EMS は本当にあの電気であのちょっとマッサージっていうか、ピクピクするんですよ。そうなんです、ピクピクするんですけど、ちょっと5分間、うん、あのパックの上から当てて、はい、ちょっとピクピクするかもしれない。うん、そんな面白い、何これ、みんなこれ気持ちいいって言うんだけどな。やっと慣れてきたね。パックを取って直に行きますよ。失礼いたします。やられ流。透明感がね、うん、どん。構えてる。行きます。うん、あ、この辺も絶対気持ちいい。こことかね。あそこ気持ちいい。ね、ここは気持ちいいんです。多分凝ってるんですね、みんなね。はい、ナイアシンを出してください。ナイアシンとは。を浸透させていきます。あ、気持ちいいはず、めっちゃ気持ちいい。はい、はい、お疲れ様です。びっくりした。うんうんうん、もちもちに、やば、超もちもち、うんうん、お、はい、ということでフェイシャル4終わりまして、なんとめっちゃ毛穴なくなってきた、ツルツルなんだけど、お肌もちもち、またありがとうございます。ありがとうございます。 あとね、さっき大騒ぎしたやつね、めっちゃね、多分顔キュッてなってる、すっごいここ上がってる。おお、いいっすね。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。美容サロン302です、はい、新宿の文化通りの奥の方にありますんで、皆さんもしよろしかったら来てください、ということで初の美容サロンエステでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。